ご無沙汰いたしております。大学教育センター長の神尾でございます。本日はですね、少し経路が変わったところをご紹介しようということで、大学の生協の食堂にやってまいりました。後期の授業も始まって、親元から離れて、また、一人で食生活をどうしてるんだろうかという親御さんのご不安もあるかと思います。そこで今日は、生協の食堂に、来たということでございます。今ここにですね、大谷さんおいしさ並んでますが、私今お金持ってないので買うわけにいきませんが、カロリー計算もきちんとされたメニューが学生食には提供されております。で、またですね、副食としてこのような小鉢に、たくさん、お惣菜もございます。ですから偏った食事のないような、食生活ができる環境になっているということでございます。今ちょうど大学はですね、3限の授業でございますが、3限に授業がない学生諸君は今ここで、ランチをとっているという状況でございます。お昼のランチタイムにはここ満杯になってしまいますけれども、学生諸君は今ここで、食事をとりながらですね、友達とコミュニケーションを取ったり、あるいは中には、奥には勉強している学生諸君もおります。いろんな形でこの生協の食堂の空間というのが使えます。今ここにちょっとお食事を終わってですね、デザートを食べている学生、女子学生2人いるので、ちょっとインタビューしてみましょう。お食事おいしかった？おいしかったです。デザートおいしそうに食べてるけど、やっぱりおいしい？嬉しいです。よかった。ということで、学生諸君は後期、授業を自ら支えていくためにですね、しっかり食べて、日常生活を送り始めて第3週目ということでございます。年に一度大学は大学フェアというのを行っております。つい先週もの土曜日にも行われました。また来年、もしお越しいただければ、お子さんたちがどんなものを食べているのかっていうことを体験することもできますので、どうぞまた大学の方に足をお運びいただけたらと思います。それでは本日はこれにて終了でございます。また次回お目にかかりましょう。